毎度ご紹介している上野駅の改札の中、6番線と7番線の下、中央改札と忍ばず改札の間のちょっと盛り上がったような通路のところにある、親父の製麺所 JR 食のうどん屋さんですが、あれはね、美味しいんで、皆様に行かれた方がいいと思います。私も高校の時に、小学生の時に初めて行ったんですが、高校時代もね、友達に布教をしまくりまして、みんな美味しい美味しいと言ってハマり、そしてわざわざ JR 利用ではない人が入場券を買って食べに行くほどに美味しかった親父の製麺所、ぜひお試しになってみてください。おすすめ、うちのチャンネルでももう何度も何度もご紹介しております。私の昔からの行きつけです。こんにちは。ここは東北本線の上野駅、旅も大詰めです。もういよいよ寒いところに行くということで、こんなね、久々の暖かい格好になりましたのと、あとはちょっとカバンがもう重すぎるんでね、久々の世界一周した時のカバンにまたこう戻りましたけども、これはやっぱ肩がないんで楽でいいですね。まあ、しょいたい時は背負って素早く移動できますし、体勢も新たに最後の1週間よろしくお願いいたします。この間行きました浅草と上野の間の道がこれです。高校の時ね、学校終わって浅草遊びに行くかなっていう時、まあ、電車賃が170円、180円ぐらいかかります。高いんで歩いて行きましたけどね、この道を行っていたのを思い出します。この下にこの間乗った銀座線日本初の地下鉄も通っています。上野駅舎は1930年代に建てられました。こちらもまた大変立派なものね、すごい構造ですよ。この上野駅は鉄道の歴史、その黎明期からずっと日本鉄道という北方面へ向かう鉄道会社のターミナル駅として機能しておりまして、現在はすべて統一され JR ということになりましたが、やはり北方面、東北新幹線、上越、北陸新幹線の始発点として機能しています。いや失礼、今は始発点は東京でしたけれど、しかし地下には立派な新幹線ターミナルもあります。もともとの駅舎はこの辺でしたが、まあ、こっちにもね、こんだけこう巨大な、これ新幹線の乗務員詰め所とかね、そういうところがあるそうなんですけれども、大きな大きな駅ですよ。広さで言えば東京駅の方が広いけれど、なんか上野の方がね、近くに公園などもあるので巨大という感じはします。私高校通ってた時はね、ここの今人が出てくる浅草口、これを出て、この通路をまっすぐ行って、そのまんまこの右の方にある私の学校、ここは映ってないかな、ここに、ね、高校が、ここ岩倉高校ってなんですけど、ここ通ってたんですが、いつもね、この中央改札を出てこの浅草口のとこ来るとホームレスの人が座ってまして、今日はね誰もいないんですけども、あと前のなんだ、左足エシニキっていう人いましたよね、有名なネットの人ね、亡くなられたとかいう話もありますけど、ここによく人がね座ってたのも、覚えてます。結構そういう人見ましたよ。でね、そのホームレスみたいな人が多いのも、なんかこの元々はどうも東北地方出身で、この上野を心のふるさととして、まあ、どうせ路上生活をするなら初めて降り立った東京の地上野にしようと、決めてる人が多いのだとかで、なんか上野のホームレスは筋金入りだとその道の方から聞いたこともあります。高校時代はねこの道を走ってましたね。上野駅に、遅刻5分前までに着けば間に合います。まあ3分前でも間に合うことは間に合いますが、逆に緑の窓口でのんびり切符を買っていたらね、寝台券の空席が出て買えたのは良かったけど、遅刻したということもありました。これがその私がもう300回400回ぐらいは通り抜けた浅草口なんですが、まあ、こんなホームレスの方向けの張り紙があって、まあ、これはね割と新しいやつですけれど、終わったのこの送り仮名のあれから見ても分かるように相当古そうな、もう上野のここにいるホームレスの方たちは伝統なのだということがよく分かる、こんな表記もあります。まあ、すぐ脇にはね交番などもあるので意外と治安はいいところです。駅直結の交番、昔は東北上信越各方面へのさまざまな行き先が上から吊り下げられていたといいます。上野駅の名物中央改札、この上野上自由というタイトルらしいですね。昭和26年製作の大変古いもので、これこそ上野駅のシンボルです。まあ、他にもジャイアントパンダのぬいぐるみなどありますが、ちょうど次の列車が16番線からだというので、地平ホームの列車をご紹介します。上野駅の地平ホームというのは、ふるさとの名前に懐かし停車場の人混みの中にとか、この間もご紹介しましたけれど、東北方面への各列車、特急列車、急行列車などが出発をしていたところです。今流れていた曲は、上野駅をふるさとに思う東北地方出身の人の気持ちを歌った、ああ上野駅という曲で、上野駅16番17番線のホームの出発メロディーとして使われています。高度成長期伊沢八郎という人が歌った曲です。なんか歌詞はね、なんか東北地方出身者の公募らしいですね、この曲は。現在では長距離輸送の役目は全て新幹線に移りました。だからこの地平ホームも朝の特に忙しい時間、通勤列車などが頻繁に往来するための施設として使われていまして、日中はほとんど列車の運行があるわけでは、ほとんど列車の運行がありません。
まあ、このようにこれを見ることができたのは割と運の良かったことです。あれは私の目的地東北本線ではないので今回は見送りました。本日の予定をここでご説明します。これからまず東北本線通称宇都宮線にて小山へ向かいます。その途中茨城県の駅古河で降りる予定です。それから小山駅より、水戸線に入り、常磐線友部水戸を経由し本日の目的地はいわきの予定です。本日茨城で国民体育大会が開催されておりまして、その日立駅より東京駅まで新しい天皇陛下、もう新しいという言葉はいらないかな、天皇陛下がお乗りになるお召し列車の運行があります。運行のダイヤは私は知りませんけれど、しかしどこかで見ることができるはずです。乗るのはこの列車宇都宮線古河行きです。ただいまイラストによるご案内の試行中です。こんなの書いたんですね、テープラ結構かわいい。最近上野では外国人観光客の姿を見かけることが以前にも増して特に多くなりました。いかん、正直出雲のくせにグリーンの乗り場に来たので、グリーンは乗れないわ。私結構ね北関東方面に向かう東北線高崎線のこの、まあ、土日の真っ昼間ぐらいの雰囲気が好きでね、まあ、こんな風にもう誰もいなくなるんですよ、まあ、もっとお客さんはもう少しいますけど、でも電車は15両で走っていて、まあ、こんな感じ、もう長い椅子を一人で使えます。いつもは地獄の満員電車、これがお休みの昼下がりには至福の時間となるのです。グリーン車なんか乗らなくてもこれであれば十分快適、足を伸ばしてもみんなの迷惑になることはありません。楽しいお出かけ。乗っている電車、その車両はいつもと変わりませんが、しかしその中の様子が全く違うので、これをいつも通勤通学で使っている人は空いている列車に乗ればそれだけで非日常旅行気分が味わえます。今圧倒的流域面積を誇ります日本一の川利根川を渡りまして、列車は茨城県に入りました。この次の古河のみ東北本線で唯一の茨城県の駅となっています。また手前の話ですけれども、私の祖父方の家系は茨城県とゆかりがありまして、この古河からちょっと行ったところ2キロ3キロぐらいだったかな、どこにあるかもよく分かってないんですが、あの祖父方の先祖代々のお墓があるはずです。ただ昨日お墓参りしたばっかりで、今日もお墓参りするとちょっと動画的な問題もあるので寄っていきたいところですけれど、今日はスキップ、すみません。古河は結構大きな町です。駅周辺に大きなスーパータワーマンションなどもあります。これから向かいますのは渡瀬遊水地です。駅前子育て広場って書いてある、ここでいいのかな。あのね、自転車を無料で貸してくれるところがあるはずなんですけど、私の記憶ではここなんですが、あ、書いてある書いてある、これでいいんだな。古河市観光自転車古河通、これ無料ですからね、なもんで結構人気があるんですが、よかった残ってる、今日は日曜日ですから結構なくなることも多いのだそうです。さっきね自転車で走ってたらね、あそこの辺りの道に大きな亀が潰されてるのがいましたよ。亀がこう車バンバン走る道を横断しようとして引かれてしまったんですね。何年来たんでしょうか、かわいそうです。さてこちら、この有名な川は渡瀬川です。もともと栃木県の山奥、足尾銅山、まあ、その辺りからずっと流れ来ている川でして、皆さんもご存知の通り、足尾銅山は明治時代から鉱毒事件ということで有名な鉱山でした。現在は閉山をしております。この旅では佐渡金山、生野銀山をご紹介しまして、足尾銅山も行きたかったのですが、残念ながら銅山はそれほど行く時間的な、そしてまた金銭的な余裕がありませんでした。その代わりこれもまた足尾銅山の一つ関連するものですが、ここに流された重金属、特に銅やカドミウムもあったとされます。それがこの川より時たま氾濫を起こしましたので、周辺の土地にまで染み渡って、そして農作物はほとんど不作、お魚はほとんど死に絶えるというひどい状況になっていました。明治時代、人がどんどん増えている、あの出生数の方が死亡数よりも、あの明治時代とかね、あの多かったわけで、人口増加期だったわけですけれども、しかしこの辺りでは人口が毎年1000人ほどは減っているという大変な状態でした。そして本日は県境を巡る旅にもなっています。早速茨城県から埼玉県へこの渡瀬川を渡ると変わります。あんな立派な水門もありますけれど、特にこの辺りは、決壊とか洪水には敏感なところ、立派な土手の上を今自転車で走っているわけですが、こちらこんなものがあってね、なんだろうと思って見てみたら、
決壊口跡と書いてありました。これですが、北関東に大きな被害を及ぼしたカスリン台風、その時、この堤防がこの辺りで壊れてしまったそうです。それはちょっと恐ろしいことですよね。そこにね、東武日光線の新古賀駅もあるんですが、まあ、古賀市じゃないのに新古賀駅なんですけど、ここから水がっていうのは怖いことですよ。この辺何箇所もあったそうです。最近はサイクリング自体を楽しむということはあまりしてませんでしたけど、いいですね。ちょっと暑いぐらいでね、ようやく夏も終わってきたかなというところですが、咲いているのは彼岸花。いやー、気持ちがいいわ。これぞ北関東という景色です。ちょうどいい適度な田舎感。さっき見えておりました水門の下まで来ました。ここに、ね、書いてあります、渡良瀬遊水地第一水門。これ建てたのは昭和43年のことだそうですけど、結構大きいぞ。私もともと板橋区出身で、埼玉県のね、県境の町ですから、水門とかは割と見る方なんですけど、これすごいな、高い。この立派な、ここから先ですね、渡良瀬遊水地があるんですけども、こちら日本最大の遊水地となっております。見えますかね、こんな風にこう奥にわーっと広がってますが、これは普段の姿、遊水地、水が遊ぶ地とは何かというと、万が一洪水などの被害が起こり始めた時に、これを即席というか、ダムのような形でここに一時水を避難させ、水がある程度落ち着いてきたらば、この中に溜まった水をもう一度水門を開放して順次川に流していくという作業をするための場所です。これが作られたのは大正時代か明治時代、それぐらいの時期でして、この辺りで洪水が頻発すれば、その分周りに足尾銅山の有害物質が染み渡ってしまう。それを防ぐため、つまり洪水による鉱毒物質の流出を避けるために、ここにとりあえずは水を溜めておくということをしたわけです。このような綺麗な一面の大草原になっています。マムシなどもたくさんいると聞きます。洪水があるとマムシは流れてくるそうです。泳ぎます。でですね、マムシはいいんですが、こういう風に見ると、こう土手、堤防が周りをぐるりとこう取り囲んでおりまして、もしもここで洪水が起こるとなったならば、この草原のあたりにまで水がどんどん導かれるというわけなのです。もちろんその際には、このとんでもない大きな水門、これがすべて扉を下ろして、ここで水を食い止めるということになります。この周辺もね、ちょうどこんな感じで分かりやすくなってますけども、水の受け皿のその一番最後の際の部分、もしもこれを超えるだけの水が入ってきてればもう決壊してしまうので、水門はある程度開けざるを得ないのかもしれませんが、貯水池、機場っていうのがありました。あれで多分いろいろ操作とかをするんでしょうね。こっちの水門はなんだか形が特殊だ。で、ここからの谷中湖の眺めが素晴らしいので、ぜひご覧いただきたいと思いますが、すごいね、これこう真ん中に島みたいなのがありますけれど、埋め立てという感じなのかな、人工的にですね、こう道を作っておりまして、自動車などで横断をすることもできるようになっています。この谷中湖のあるところには、もともと一つ谷中村という村がありましたが、渡良瀬遊水地の建設が必要だということで、土地は強制収用、建っていた家も、割と土地もまず安い値段で買い上げられ、そして、全て取り壊しということになったのですが、成田空港の建設反対と同様、それからも10年ほどは、ここにこんな感じの遊水地となったところに、頑張って仮の掘立て小屋のようなものを建てて住んでいるという人もいたようです。現在はそのような闘争についてはもう全て終わり、こうやって見ている限りだと過去のものになったのかなという感じがしますが、また足尾銅山の鉱毒自体はですね、この地下にもまだかなり埋まっているそうでして、実際、その鉱毒がここに流れてきたといっても、その古川の、鉱山からそのまま流れてくるものが止まったわけではないので、ひたすらこの、地下に沈殿をするということになったようです。ただ沈殿をさせて、これよりも下流に、その鉱毒物質を流さないようにするという効果はあったんだそうです。学校で足尾銅山鉱毒事件として習ったその歴史ですけれども、しかし実はずっとその鉱毒事件というのは明治時代のものだと私は教わりましたが、その先も変わらず続いていて、結局昭和高度成長期が終わって、足尾銅山が閉山になってから、最終的に政府などもいろいろ見解をまとめ始めるということが多かったのだそうです。そしてまた被害はなんだかんだその閉山の頃までは出続けていたのだそうでした。100年郊外と言われるゆえんです。渡良瀬遊水地の中央横断通路まで来ました。おお、よかったよかった。ヨットが今倒れそうだったの立て直しましたね。自動車で通れるのかなと言いました。通れなかったです、ごめんなさい。暑いもんで水買い忘れちゃって困ってたんですが、よかったよかった。水を出してるとしばらくすると冷える。水道の水があればタダですからね。
昔はこんな綺麗な水は手に入らなかったわけですからね、なんとも贅沢なもんだし、平和な時代になったもんだとつくづく思います。これが渡良瀬遊水地の全体図なんですけども、まあ、今回ですねこっちの方がこうぐるーっとこう来まして、さっきこの第一水門のあたりから遊水地沿いに来て、このあたりをこうぐる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 とこう移動してきたわけです。でこの線はこれは県境らしいんですけれども、皆さんのお楽しみにされていたところかもしれません。ここにですね、こんな感じでこう県境が三つ股に分かれているところがありまして、こちらが埼玉県加須市、こちら側は群馬県板倉町、そしてこちらが栃木県のなんだっけ忘れちゃった多分ね栃木県のね乃木町だと思う、栃木市ではないと思うので、ここは栃木県乃木だと思うんですが、昔は谷中村と呼ばれていたところです。でここに、全国でも非常に珍しい県境が3つに分かれたポイントがあり、ここは現在観光地として開発をされています。まあ、実はね3つの県境というのがこの辺にはもう1箇所ありまして、ここが茨城県の古河市で、ここのこう切り込みに入ったこれが栃木県の確か乃木町、そしてここが埼玉県の加須市ということで、ここも3つ股に分かれている珍しいポイントなんですが、ここは川の中にありますので直接見ることはできません。で前ここにあった県境もですね、川の中にもともとあったらしいんですけれども、それがもうどこに行ったのかだんだん分かんなくなってきちゃったので、また新しく決めようと、ここになったんだそうです。その三つ股の県境を見て次は太平洋側に出ることにします。すごいですよ、もうねその場所に近づくにつれて不思議な雰囲気になってきましたが、今私がいるところは埼玉県加須市のはずなんですけど、これね群馬県板倉町、もうこっから先は群馬県ですよの看板、まあこういうのはよくあるじゃないですかたまにね。でその先を見るともうすぐそこにこっから先は栃木県栃木市ですよと、そんな看板、この群馬県わずか これだけ面白いところですね。ここには埼玉県のお金で作ったんでしょうね、道の駅加須渡良瀬というのがあります。埼玉県の道の駅なんですけど、群馬県栃木県の名物めちゃくちゃ売ってまして、これですね、レモン牛乳、後味まずいか、歯医者のね詰め物のセメントの味がするんですよ。でなんだけどもなんか癖になってね毎回買ってしまう、見かけると栃木に来るたんびに買いますね。悪魔の食べ物、飲み物か、これね結構歴史の長いものだそうでして、戦後の、まあ、これ裏に、ね、ちょうど書いてあるんですけど、昭和の戦後間もなく誕生した乳飲料、甘いものが貴重な時代、子供にとっては特別な日に給食などに出される贅沢品でもありましたということで、なんか運動会とかに出てたやつらしいんですけども、今でもね運動会の日に飲むヨーグルトとかコーヒー牛乳とか出ると私も小学校の時喜びましたが、まあ、そんな感じのもの、これの名誉のために言っておくと、飲んでる途中は美味しいです、ただ後味がまずい。道の駅からは歩いて移動します。やっぱ堤防があるとねどうしても移動が直線的にできないんで歩いた方が早い。三県境にお越しありがとうございます。ここは栃木県です。後ろの稲が植えてある田が群馬県、これ群馬県なんだね。でもっと先の竹林のある家は埼玉県です。あれ埼玉県か、見える？埼玉、群馬、そしてこちらが栃木。おお、なんか気になるもんがあるぞ。これだな多分。なんかいっぱいあって面白いなこれ。ああこれですね、埼玉県群馬県栃木県旧渡良瀬川跡って、何これ、ここもともと渡良瀬川がこっちに流れてたの、氾濫してたその時の名残ってことですかね。旧八田川跡、あこういうこの水が旧渡良瀬川跡でこっちが八田川、そんなどういうことこれ。ヒルが頑張ってる、このヒルはこれは埼玉県民だな、加須市。へえ面白い、これは水準点っていうのが、水準点じゃないような気がするけど、こういうのがねすぐ近くに歩いていけるっていうのが面白いんですよね。今回私は自転車で茨城から自転車でちょっと走ってきたっていうのがまた面白いんですけども来たんですが、この近くにもですね東武線の荻生駅っていうのかなありまして、そこで15分ぐらい歩けばここに来られますんでアクセスも良好です。今は埼玉、栃木をまたいでるわけですけど、ちょっとこれで誰も、あ、人が来たんだ、ダメだ、これこう手もついてね、あ、3つの県またぎましたみたいにやろうと、一瞬だけやっとこう、よし、あ、できたできた。この渡良瀬遊水地周辺は自転車とかねバイクとかそういうのあれば多分15分ぐらいで県を4つまたげてしまうと思いますんで、日本全都道府県踏破の旅みたいなねやるという時にはおすすめの裏技的スポットなのかなとも思います。
ちょうどね、あの三軒橋のガイドをされている方がいらして、あの私に対して時間を割いてご案内いただいたんですが、あのもともとここにあの川が流れていて、あの県境というのは川の中にある、あのさっきご紹介したね、茨城、埼玉、栃木の三軒橋と同じようなものだったんですね。日本には三軒橋というのが48個あるそうなんですけども、そのうちの10何個だかが川の中にあって、残りの30何個は山の山岳部にあって、そして平地にある三軒橋というのはただ一つあれだけなんだそうです。あの3つの県をこうまたいでね、お気楽気分で行けるというのはあれだけ。あれも元々は、陸上の三軒橋ではなかったんだけれども、あの渡瀬遊水地と関連して、川の流れなどをいろいろ変更したり、この辺り埋め立てたりとかしたもんですから、あそこに、陸上に生まれると、いうことになったらしい。足を疲れた。場所が場所なもんでね、視聴者の方も大変多くて、結構写真とかを撮ったりとかね、あの解説していただいてるのを聞いたりとかしたので、あの時間がねかなりギリギリになっております。あの列車に遅れたら大変だ。で、大急ぎ、まああの写真とか撮るだね、あの私があのどうぞどうぞって言ってやったんで、別に一緒に撮った方になんかその、あの人のせいで遅れたとか、でそういうんじゃないですけどね。しかしこの今回の群馬、栃木、埼玉の3県観光に茨城県の無料自転車貸し出しサービスを借りているというのは、ちょっとね茨城に対して皮肉な感じもしますけど。自転車を頑張って漕ぎましたが、残念ながら予定の時間には遅れてしまいました。まあ仕方ありません。あのお召し列車を始発の日立駅で見ることがこの先できなくなるとは思いますが、でも見ることは多分できると思います。どうせ時間が余ったんで、このスーパーコモディイダで飲み物など補充しておこう。お金が全くと言っていいほどかからなかったのは良かった。自転車はただレモン牛乳代ぐらいしかかかっていません。いや、暑いことやった後のアイスって最高ですね。66円でこんないい思いができるんだからいいわ。でもね、これガリガリ君 の白いサワー味ってやつ買ったんですけど、よく見ないで買っちゃった。人工甘味料の味がするよ。私の一番嫌いな食べ物です。古賀駅はね、昔は面白い列車がいっぱい来てかっこいい写真が撮れるスポットだったんですが、最近はそうでもなくなりました。あのホームの端っこのところまで行くとね、いい写真が撮れるんですけど、最近ではもうこのようになって監視カメラも設置されたようです。まあ前からあったのかな。前はね、駅員さんもあの辺まで行っても別に撮ってでもあのいいですよみたいに言ってくれたんですが、あ、重量編成か、まずい、重量編成かまずいなんてね、慌てたような素振りもしましたけれど、まあ、実際にはねそんな慌てるほどのことでもありません。まあ私もともとね、あの15両編成か10両編成かどっちが来るのかは知りませんでしたが、あのまあどっちが来ても間に合うということは分かってましたから。ちなみにあのこの辺り東海道線とか東北線、高崎線など常磐線もそうですけどね、10両編成とか15両編成が入り混じって運行されている列車は、ここに列車が来ると思ったら止まらなくてね、あの最大で100メートル分ぐらい離れて止まってしまって、全力疾走でその列車の止まるところまで追いかけるんだけれども乗れないみたいなことが結構起こり得ます。だから列車が来る前に今度の列車は何両でやってくるのかよく確認しないといけません。渡良瀬遊水地って言えばね、忘れもしない2016年3月26日 JR 北海道、北海道新幹線の開業したその初日なんですけど、北海道新幹線の一番列車で私函館から北海道旅行、東京へ帰ってきたんですよ。でその時、まあ、仙台のあたりに来るともう車内の客層も一番列車を狙う鉄道マニア中心から普通の出張の人とかに変わったんですけど、ちょうどね相席したあの OL の人みたいなのがあのなんか私に話しかけてきて、いろいろその時に喋って仲良くなって、あの車窓の解説とかしてたんですが、あのあそこに渡良瀬遊水地があるんですよねとか言ったらね、あのそこからなんか火事があってね、あの黙々と黒煙がその空を埋め尽くしてまして、ええこれは何ですかねとか言って一緒に調べたんですけども、あのそしたらね、あのなんてことはない、ただのあの野焼きでしたね。あの毎年3月の下旬になると渡良瀬遊水地の名物としてあの吉津焼きというのをやるんだそうです。とんでもない大火事のように見えましたから、それはそれはもうびっくりしましたよ。小山駅は実に北関東らしい佇まいですが、この辺りの重要な連絡駅です。これから水戸までの水戸線、しかし正確には途中の友部笠間市が終点になっています。この電車は水戸線友部駅です。
水戸駅に行かないのに水戸線を名乗るというのはちょっと不思議です。だったら友部線とかね、笠間線にすればいいだろうと思うんですが、この水戸線がもともと一番最初に水戸へ到達した鉄道だったからです。進行方向右手に見えるのが筑波山ですよね。多分ここから見えてるのは筑波山だと思うんですが、北関東を代表する山、昨日はもっと美しく見えたようです。なんでも重し列車にお乗りだった皇太子、天皇陛下もですね、自分のコンパクトデジカメであれを映しておられたとか。次の下館駅はこの辺りの鉄道会社が一堂に会する地点、 JR 東日本と真岡鉄道、関東鉄道、上総線、まあ、今も車内放送で言っていましたが、そういった各路線がやってくるのですが、日曜日の本日はちょっと特別な列車も見られます。真岡鉄道の名物 SL 真岡号は土日のみ運行される列車で、このように大勢の観光客を集めます。